シ,ッシシーニョことシシーニョ・モンサレス・マルティネスは、スペイン・カスティー・リャラマンチャ州アルバセテ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。サッカーを始めたのは3歳の時、父親とサッカーボールを蹴ったことがきっかけ。15歳で、バレンシア CF のユースチームに加入。U-17 スペイン代表として、セスク・ファブレガスや、ダビド・シルバ、後に、同時期に、 日本でプレーするバレンシアの同僚をミゲル・パジャルドラと共に2003フィファ U-17 世界選手権準優勝を経験する。U-21 代表では背番号7番を背負い、ジェラール・ピケやファンマタ、ハビ、マルティネス、ナチョモンレアルラとプレーした。ユースや世代別代表での輝かしいキャリアの一方、バレンシアでは層の厚いトップチームに昇格すらできずにいた。 しかしながら、エルクレスやレンタルに出されたレアルバリアドリードでは、レギュラーとして活躍している。特にバリアドリードでは、チームの核となり、その活躍ぶりからバレンシアが引き戻したが、結局2008から2009シーズンから、レクレアティーボエルバでプレー。シーズン途中に、A 型肝炎で、戦線離脱する。2009年8月に、バリアドリードへ完全移籍。 2012年途中に CA オサスナに完全移籍するが、この間に3度の不祥離脱を経験。一方、オサスナの同僚の影響からアビスパ福岡に関心を持ち、将来日本でプレーすることを志すようになる。2016年1月8日、K リーグチャレンジのスイバラ FC からエクストラクラサのレフポズナンに、同年途中にはギリシャスーパーリーグのベリア FC に移籍した。 同年9月にはアビスパ福岡のツイッターアカウントに売り込みをかける様子が目撃されていた。福岡側もダイレクトメッセージを送ってくださいと好意的な態度を見せていたが、最終的に2017年より同じ J リーグの FC 岐阜に完全移籍することが決まった。開幕からスタメンで中心選手として活躍し、チームメイトの正治越大に次ぐ。 j 2で2位のパス成功率を誇った2018年、徳島ボルティスへ完全一席。2018年は主力選手として活躍するが、2019年は開幕前に負った怪我からの復帰戦で、さらに怪我を負い、出場はその1試合のみに終わる。2020年2月、愛媛 FC への加入が発表された。2020年12月12日、 契約満了による対談が発表された。ありがとうございます。